ファイヤー商品企画担当の利根です。今回ご紹介するのは新しくラインナップに加わりましたアウトドアシューズアガディールとセレンゲッティです。フォックスファイヤーは約40年の歴史の中で水の中を歩くウェーディングシューズを作り続けてきました。濡れたり乾いたりを繰り返す過酷な使用状況は様々な用途のシューズの中でも最も堅牢性を要求されます。長い歴史の中で積み上げてきたシューズ作りのノウハウがこのアウトドアシューズにも生かされています。どちらのモデルも耐水圧5万ミリ以上のエアロポーラスファウルウェザーブーティー内蔵で防水性に優れています。それではそれぞれのモデルをご紹介していきたいと思います。まずこちらが撥水ヌバックアッパーを使用したアガディールです。ご覧の通り窮水の穴と外バネ構造により足を包み込むようなデザインになっています。調整幅が広く様々な足型にフィットします。つま先とかかとにはラバー製のプロテクションを設けていて普段使いはもちろん軽いトレッキングやキャンプなどにも十分な耐久性を持っています。また開口部も広くて脱ぎ履きが非常にしやすくなっています。アウトソールには80年以上の歴史を持つイタリアビブラム社の XS トレックコンパウンドを採用。これは柔軟性がありながらも耐久性も併せ持ったトレッキング用コンパウンドの標準モデルです。続いてフライニット製アッパーを使用したセレンゲッティをご紹介します。こちらは日帰りトレッキングや軽い装備で山に臨むファストパッキングに適したモデルで簡単にシューレースの引き絞りができる丸紐と4連のスクイーズループの組み合わせを採用したデザインになっています。フライニットは軽くて通気性がいいのですが、その反面剛性が出にくくなります。それを補うために三角形のトライアーチを設けたデザインになっています。そしてかかとにあるヒールスタビライザー、これもかかとの剛性を高める効果があります。アウトソールはこちらもビブラムソールを採用しているのですが、起伏のある地形や濡れた木道などでも抜群のグリップ性能を誇るハイパフォーマンスコンパウンドのメガグリップを使用しています。これは先ほどのアガディールの XS トレックに比べてグリップ力が約 30% アップという実験結果も出ています。フォックスファイヤーが自信を持っておすすめする新しいシューズアガディールセレンゲッティ、ぜひフィールドでお試しください。